皆様こんにちは、愛です。本日は9月の購入品のご紹介をしていきたいと思います。よろしければ最後までご覧ください。まず1つ目は日本のものになります。こちらです。メラノ CC になります。これは日本で買ってきたものでずっと使っててすごく気に入っていたのでリピ買いです。Amazon で買ったんですけど、8月の末ぐらいにオーダーして9月の中旬頃に来たのでちょっと時間がかかってしまったんですけど、だいたい半月ぐらいかかるかなと思ったら、なくなる前に注文すればいいかなと思っています。ですが今回旦那が日本に帰るっていうのを知っていたら買わなかったと思うんですけど、ついでに買ってきてもらえばいいやと思ってたので、ですが、まあ一応ストック用にもう一本なんか楽天でセットになってるやつを見つけたので、それを旦那の実家の方に送っておいて持って帰ってきてもらおうと思って、もう一本一応ストックで買う予定ではいます。すごい気に入ってます。とにかく気に入ってて、1本目がもうちょっとでなくなるんですけど、やっぱりこうね、すごい気になるシミがあって、それがすごいもう気になってるんですけど、あと顔のサイドもかなりシミが出てくるんですね。私出てくるんですねっていうか出てきてるんです。やっぱりこうここから当たってるのには全然対策してなかったんだなっていうのが分かるぐらい、正面って一応こうクリーム塗ったりとかしてるけどここまで行ってなかったんだっていうのに気づいて、まあ、この辺まで全部塗るように最近はしてるんですけど、だからねこの顔のサイドのシミとここにある1個ある大きいのが気になってるんですけど、まあ夜ずっとハンドプッシュして使ってたら本当に小さくなったっていうか、色が薄くなってきてどんどん色が変化があるので、継続してこれは使っていきたいなと思って購入しました。あとドラッグストア系に行きます。まずこちらですね、ダブのデオドラントになりますね。ピーチブロッサム、ネクタリンかなこれは、の香りなんですけど、私あんまりデオドラントとか使う人ではなかったんですけど、使い切りをやり始めた時に結構なんか使ってる途中のデオドラントが2種類ぐらい出てきて、使わなきゃなと思ってそれを2つ使い切ったんですね。で朝晩と出かける前に一応使うようにしてて、で使い切ったら使い切ったで、あなんかないと不安かもと思って買ってきました。まあ、アメリカのこういうものを使うのは初めてなんですけど、で旦那と一緒に行ってどの匂いがいいって言って嗅いでもらって、旦那がこれって言うから桃がいいって言うから桃の香りにしたんですけど、なんかピーチ、フレッシュなフルーティーなピーチっていうよりかはこれにクリームを混ぜたみたいな感じ、難しいな、桃のババロアみたいな、うん。でブロッサム、多分これお花の絵が描いてあるのでピーチブロッサムだと思うんですけど、だからちょっとお花っぽい感じの香りもするのかな、フローラルなっていう感じの香りなんですけど、ここに48時間って書いてあるから多分48時間塗り直さなくてもいいのかなっていうような、まあ、かなり強いものだと思うんですけど、まあ、48時間か2日間でしょ、2日間香りが持続するかって言ったらしないかなとは思っていて、塗った瞬間は自分から、もちろんデオドラントだから脇とかに塗るじゃないですか、は自分からすごいこれの匂いがしてくるんですけど、ちょっとしたらもう匂いはしてこないかなと思うんですが、かなりねテクスチャー、ちょっと使ってるから汚らしくてごめんなさいね、柔らかめなんですよね。こんなだったかな、この固形のデオドラントってっていうぐらい、私使ってたのもっとすごい硬かったから日本のやつで、すごい柔らかくって白っぽく、ちょっと塗ると白っぽくなってで、パウダリーな感じにどんどん変わってくるんですけど、たまに
あの外歩いてて脇が真っ白の人がいるんですけど、それもちろんね、多分ベビーパウダーとかもはたいてるのかなと思うんですけど、これでも真っ白になりそうなぐらい、ちょっと白目に、あの肌が黒目の方には白くなるかもっていうぐらいのもので、あ、なるほど、これで白くなってたんだっていうのが分かって、ちょっと新しい発見だったんですけど、まあ悪くないし、ちょっと大容量なんですけども、これで5ドルもしなかったから4ドルいくらだったと思うので、継続して、まあ夏も終わるんですけど、日中は暑い日がやっぱり多くて、今日なんかもすごい暑いし、暑さが戻ってきてて暑いんですけど、まあ冬でも日中は暑かったりするので、朝晩とは言わなくても夜寝る、あのシャワー上がりとかに使えればいいかなと思ってます。エルフのブレンディングブラシですね。これはもうリピです。ブレンディング用に使ってるわけではなくて、私はここの眉下のハイライトのカラーをのせるのにこれを使ってるんですけど、ずっとねここがね、なんかカチッ、なんでだろうな、塗ってるとなんか動くなとは思ってたんですけど、洗ってる時にスポッと抜けたのでまあ抜けちゃったと思って新しいのを買いました。まあここで塗るのに私ちょうどいい大きさだなと思っているのと、まあ1ドル、これ1ドルなんですね。で半年ぐらいで抜けちゃったんですけど、まあそれは私の使い方が荒いっていうのもあるとは思うし、でもね、半年で1ドルのブラシ買い替えるんだったら、それは別にね、いい仕事してくれたなと思っているので、私これ好きなので、まあまた壊れたらっていうか抜けたりとかしたら、もちろんこう乗り付けてキュッとはめればいいんですけど、まあいいだろうと思って買いました。で今後もこれ使っていきたいなと思ってるので、また壊れたら買うと思います。お後はウルタで買ってきたものなんですけど、また今月21日間のすごいスーパーセールみたいな感じのやつなんですけど、 安売りのやつがやってて、大抵半額になるんですね。その日替わりなんですけど、日替わりで 2商品か3商品ぐらいあって、それが半額で販売しますよっていうようなやつなんですけど、まあいろいろすごい欲しいものいっぱいあって、うん、買いたかったんですよ本当に。なんだけど、もう忙しかったのと、もう毎日ウルタに行くのも大変だったし、でオンラインで注文すると50ドル以上にしないと送料かかるしと思うと、もうなんか毎日ちょっとなっていうのもあって、なかなか買いに行けなくて、なので実際そのセールで買ったのは2商品になっていて、1個は店舗で買ったんだけど、もう1個はちょうど旅行に行く当日の安売りの商品だったから、行く途中で買えばよかったんだけど、どん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 内陸に行けば行くほど街が少なくなってきて、あの本当に大きい街が点とあっては点とあるみたいな感じだったので、まあ、そこに立ち寄って時間を潰すのもなと思ったので、あのその日はオンラインで買いました。でオンラインでもう一個欲しいものもあったので、まあ、それと抱き合わせて50ドル以上になってるから、それをあのついでに買ったっていう感じなので、3商品買ってます。オンラインで買った時にサンプルがついてきたんですけど、スマッシュボックスのフォトフィニッシュのプライマーかな、ファンデーションプライマーがついてきました。まあ、これ使っていいよっていう人も聞いてたので、ちょっとプライマー使うの楽しみですね。It's Skin の CC クリームついてきたんですけど、これもすごくいいよって言ってる人いて、すっごくいい、すっごくいいって言ってたので、欲しいと思ってたんです。昔から前から欲しいなと思って、使いたいなと思ってたので、サンプルついてきたのはすっごく嬉しいんですけど、カラーがミディアムだったんですね。でフェアとライトとミディアムとタンとリッチっていう5種類色があるんですけど、私多分ライトかフェアだと思うので、ちょっとミディアムだと濃すぎちゃうなと思うんですよね。ただまあ薄く塗ってどんな感じかっていうのをこれで確かめるのはいいかなと思ってるので、ちょっと使おうかなと思ってます。このね、裏にね写真の説明があるんだけど、すごいでしょこんなに変わるっていうぐらい CC クリームで、うん、なのですごい使うの楽しみです。このサンプルもらえてよかったなと思います。まず店舗に行って買ってきたものはこちらになります。タルトのザ・リップ・スカルプターってやつかな。色はボルテージっていう色ですね。
ん、一番明るいというかニュートラルなあのヌーディーカラーと悩んだんですけど、こっちにしました。秋冬に使いやすいかなと思って、ちょっと濃いめのローズっぽい感じの色を選んだんですけど、リップとグロスがダブルになっているものですね。こっち側がリップになっていて、こちら側がグロスになっているものなので、1本持っていればお外とかでも直しが楽だなと思って、前から欲しくって、多分これ24ドルぐらいするんですけど、12ドルだったと思うので買いました。すごい、これすごい匂い甘い匂いする、クレームブリュレみたいな匂いがしますね、うん、タルトのこれずっと欲しくって、とってもなんかあのクリーミーでモイスチャライズでって言ってたので、いいかなとも思っていたので、すごい欲しかったんですね。まあそのヌーディーだからとすっごい悩んでたんですけど、なんかあんまりこういう色リップスティックも持ってないしと思って買いました。今日ちょっとリップ塗ってないから塗ってみようかな、スウォッチしながらね。スウォッチするとこんな感じのカラーですね。で今リップだけ塗った状態です。なのでここからグロス重ねたいと思います。グロス結構しっかり色してるよね。これグロス1本でも良さそう、しっかりした色ですね。あんまりグロスの方はスウォッチしないで来ちゃったんだけど、あの店頭で触らないでリップスティックの色だけで選んできたんだけど、うん、いいかも。グロススウォッチするとこんな感じですね。うん、いいですね。ちょっとグロスの方が赤みが強い、リップスティックの方のがピンク味が強くって、グロスが赤みが強いかなっていう感じなので、重ねるとローズっぽい感じのカラーになって、うん、でとってもしっとりしてて、うん、潤いもとってもあるので、私の大好きなはい、やっぱり仕上がりですね。これからちょっと秋っぽいくなってきて、あんまり私本当に口紅つけなくて、結構素の色とかで過ごすことが多いんですけど、秋冬になってくるとちょっと唇にも色をのせることが増えてきて、赤いリップ使ったりとかも真冬とかにするので、まあうん、これからの季節いいかなと思います。ちょっと暗めのアイシャドウとかとも合わせやすいと思うし、あんまりヌーディーなやつ選んじゃってたら、多分またあの春とかにしか使いづらいなって、春とか夏とかにしか使いづらいなと思ってたんですけど、これ通年通して使えるかなとも思って、うん、この色を選んだんですが正解でしたね。ですごいね、やっぱり唇のせてもクレームブリュレッシュはすごいするけど、嫌な感じの香りではないので、私はね、だから気にならずに使えるかなと思います。うん、よかったです。ずっと欲しいと思ってたから、このタイミングで安くなってくれてよかったですね。これはやっぱりバッグに1本入れとけばとっても役に立つと思うので、すごいよかったです。スティラのパーフェクトミーパーフェクトヒューっていうアイアンドチークパレットっていうものですね。これも安くなっていたので買いました。これもね欲しかったの。だからすごいで、ね、やったと思って。ただね、何種類かな、4種類ぐらい色が出てるんですけど、でちょっとね、本当は店頭に行ってみたかったんです。なんだけど、どうしてもオンラインで買うしかなかったので、一番明るいねフェアとライトっていうやつを買いました。4種類あって、一番これが明るい色で、次の色と悩んでたんですね。もう濃い2つの色は私には絶対に合わない色だったからと思ったので、この2色すごく悩んだんですけど、まあこっちにしたんですね。明るい色のコードがあの無難に失敗がないと思ったので、自分では。でこれは多分ね19ドル50セントで買いました。なので元値は39ドルかなと思います。でパッケージはこんな感じですね。わかるかな、ヒョウ柄になってるんですね。私ヒョウ柄大好きだから、このパッケージも超可愛いって思ってます。
裏側にこんな感じで色の名前とどういうものかっていう、まあベースで使ったりとか、いろいろとこうどういうこれがチークですよとか、まあ、ライナーで使ったり、まぶただったりフリースだったりとかっていうのが、まあ分かりやすく書いてあるので、すごく使いやすそうですね。開けるとこういう感じで大きい鏡がついていて、フィルムとこれがカラーになります。上の2つがチークカラーで、これがアイシャドウになりますね。かわいいの。すごいかわいい。チークの色とかもめちゃくちゃ好みなので、すごい嬉しいですね。ちょっと一色ずつ掃除してみましょうか。まずチークからですね。上のカラーが濃いめのピンクカラー。で、下のこのちょっと透き通ってる方が薄めのピンクカラーですね。名前が薄い方がロマンティックで、上この濃い方がプレイフルっていう名前らしいですね。すっごい粉質も柔らかくてしっとりしてるので、すごいいいですね。可愛いと思います。まあちょっと春っぽいけど前かな、ではアイシャドウもねやってみましょう。すっごい分かりづらいと思うんですけど、この順番に 1,2,3,4,5 の順番にスウォッチして塗ってみたんですけど、多分分かんないよね。全然分かりづらい。これがベースカラーで、これがハイライトカラー、これがまぶたのカラーで、クリースカラーで、ライナーカラーっていう感じですね。ちょっと私が塗ったとこも悪いんだけどさ、光で飛んでる。なんで全体的にすごいニュートラルで使いやすいカラーですね。薄めのカラー、やっぱこの質すごい柔らかくって、あのしっとりしてるので、まぶたの上にのせても綺麗だと思います。まあここでは発色分かりづらいんですけど、とっても綺麗なアイシャドウだと思います。発色も悪くないですね。このシマーの入ってるこのカラーがすごいキラキラと綺麗ですし、あとはマットだからすごい使いやすいと思う。旅行とかにこれ持ってったらすごくね、一つで済むなと思うし、なんかこうもちろんね、旅行の種類にもよると思うんですけど、この間私なんかは行ったのはもう国立公園、自然の中だったので、むしろこのぐらいニュートラルな方のが浮かなくていいかなとも思うし、何も考えずにアイメイクもできるからすごくいいなと思います。もう一個の方のカラーもね、いつかゲットしたいと思いますが、これ使ってお化粧するの楽しみですね。お後ですね、これを買ったんです。これはベネフィットのドリーダーリンっていうやつなんですけど、リミテッドエディションで多分数量限定のものなんですね。39ドルなんだけど、91ドルの価値があるものって書いてあるんですけど、何が入ってるかっていうと、ここに入ってます。これだけのものが入ってて、このカンカンもついてます。私あのずっとプロフェッショナル使ってるから、プロフェッショナルがもうそろそろなくなっちゃいそうだったので、なんかプロフェッショナルを買おうかなって、それとも他のものを買おうかなってすごい悩んでて、どうしようかなと思ってたんですけど、たまたまこれ店舗に行った時に見つけて、で旦那がこれすごいお得だよって言うから、え、何何みたいな感じで、で見たら本当にお得で出ました。こんな風になってて、こういうのに入っています。で、そう、旦那がすごいお得だよって言って、これなら買えばいいのにって言ってて、でどうしようかなって悩んで、その時はやめたんですけど、今回ねこのスティラの買う時にこれ抱き合わせで買ったら50ドル以上になるからちょうどいいじゃんっていうことで買いました。で、この黒いプラスチックの中にこんな感じで入っています。まあプロフェッショナルはもともと私ずっと愛用してるので、これが欲しかったんですけど、あとねプロブロンザーもずっと使ってるから、で、このトラベルサイズのちっちゃいサイズを使ってるんですけど、これでなぜかあのフルサイズを手にしてしまったっていうことと、あとこれ、ローラーラッシュ？マスカラですね、ローラーラッシュ。これも確かウルタの今年の誕生日プレゼントで
ちっちゃいトラベルサイズをもらったんですけど、持っててたまに使うんですね。あの単品でカールだけをキープしたいっていう時とかに使うので、これもたまに使ってるから、まあ、よかったと思ってて、で最後これ、これは初めてなんですけど、なんかアイブロウのラインがすごいいろんなのがいっぱい出てきてて、でそれの一つだと思う。これは多分なんかサンプルサイズかな。あ、なるほど。多分これブローマスカラですね。うん、アイブロウのマスカラだ。こんな色のアイブロウマスカラですね。私はこの色はちょっと濃いな。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 濃いけど、どうだろう。ちょっと塗ってみようか。今日塗ったんだけどね。濃くなっちゃうかな。あー、濃いな、やっぱり。でこの中、先がすごい小さいので使いやすい。色が合ってたらすごい良かった。ここの先っちょがやっぱ使いやすかったですね。ちっちゃいから。で、ベトッとつかずに塗れたので良かったんですけど、多分これさ、これでさ、違う分かんないと思うんですけど、こっちだけ塗ったんですね。分かんないと思うんですけど、カメラ越しではもしかしたら分かんないかもしれないですけど、眉毛の自眉毛の色が全然違う。ちょっと隠しとこう。危険なぐらいやばい色が違う。だからこれ単体で使う分には全然いいと思うから、これ単体で使う人、まあ今いつも使ってるケイト使う人で分けたらいいかなと思うので、使えなくはないと思う。髪の色が明るくても眉毛が濃くしてても全然おかしくないと思うので、バランス取れば。なのでせっかく買ったので使っていきたいと思います。以上が9月に私が購入したものとなります。量はそんなになかったんですけど、こうセットで抱き合わせとかで買ってるものとかもあるから、うん、なんですが、今月やっぱりちょっと忙しかった。忙しかったっていうか、まあね、自分一人の時間がとっても減ったので、旦那と一緒にいつも何かしら行動してるっていうのもあったから、こうね、フラフラとお買い物とかもしてなかったっていうのもあるし、まあ旅行行ったりなんだりもしてたから、ちょっと自分の中でも買い物はセーブしようと思ってたので、うん、こんな感じで安く買えるものは買ったけどっていう感じですね。毎月あのマックのねアイシャドウパレットを作るために買い物してたんですけど、今月はお休みしました。いくつか買おうかなと思っている色もピックしてあって、カードにも入っていたんですけど、やっぱね、今月はちょっとね、その買うのはいいんだけど、ビデオ作ったりとか、まあその他ちょっと余裕がないなと思ったので、今月はお休みしようと思ってお休みしましたので、まあちょっと予告もせずにお休みしちゃったから申し訳ないんですけど、なので来月は買おうと思ってます。で今欲しい色5色ぐらいピックしてあってカートに入ってるので、まあちょっとどれを買おうかなっていうの今まだ選びきれてなくて選別しているところです。今日ノープランでメイクし始めて、気がついたらアイメイクがものすごい濃かった。濃くなっちゃって、うわどうしようと思ったんですけど、まあどこも行かないしビデオ撮るだけだからいいやと思ってこのままなんですが、散歩行くんだ私この後と思って、散歩行くのにこうなんかちょっとよるよるしいというかね、アイメイクで行くのかと思ったんですけど、まあいいかと思ってます。で旦那帰ってきたら多分びっくりすると思う。てか今日ね、久しぶりにこうやって座ってカメラとこう面と面と向かってビデオ撮るのが本当に久しぶりで、なんかちょっとね、どうやってたかなとか思い出すのに苦労してますが、なのでちょっとね、多分話とかあのやり方とかぎこちないかもしれなくて申し訳ないんですけど、はい、すごい久しぶりでちょっと楽しかったです。あんま長く喋ってるとどんどんビデオが長くなるので、今日はこの辺りで終わりにしようと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。